希望の鳥。海辺の町の小学校は放課後もにぎやかです。なあ、鳥の旗を見に行こうぜ。ハヤトは海に行きたくてたまりません。ごめん、今いいところ。アツシは本に夢中です。歌って体を温めてから行こう。夏美のピアノが始まるとアツシは顔を上げました。この歌好きなんだ。町の人と浜に飾った鳥の旗を夏美が歌にしたのです。三人で歌い出そうとした時です。地面が突き上げられると足元がゼリーのように頼りなく揺れ続けます。じっとしていることができません。今までにない大きな地震です。揺れが収まると先生が大声で呼びかけます。みんな裏山へ避難しろ。一緒に行こうね。夏美は動けない下級生の手を取り、ハヤトは先頭に立ってみんなを元気づけます。避難は早く高く遠くへな。町を見下ろす高台には町の人が集まりました。ハヤトは海をじっと見つめます。小さい時から遊んできた大好きな海です。おじいさんが叫びました。急げ、町が飲まれるぞ。浜の方からドンという大きな音が響くと、真っ黒な海がじわじわと町に広がります。車や家がおもちゃみたいにあっという間に流されます。何度も避難を呼びかける放送に悲鳴や泣き声が混じります。三人は何もできず、海を見ているしかありません。父さん、お願い、戻ってきて。ハヤトの父さんは消防団で活動する漁師です。ここにいるのよ。春は夏美とピアノの教室に通う友達です。三人は家族や友達の無事を祈りながら朝を待ちました。次の日、たくさんの人が集まっています。ニュースでは、外に出ないでなどと大騒ぎです。夏美、ハヤト、アツシには何が危ないのかよくわかりません。いつも頼りになる大人たちも困り果てています。どうやら近くにある発電所で事故が起きて、町の人全員が避難することになってしまったのです。
3人は避難所の手伝いを続けます。何かしていないと昨日の黒い海に心が飲み込まれそうです。3人は別々の町に避難することになってしまいました。もうここに住めないのかな。信じられないよ。悔しくて悲しくてたまりません。夏美は町に向かって歌い出しました。みんなを見守る希望の鳥。ハヤトも調子外れな大声で続きます。必ずいるよ、そばにいるよ。アツシは泣き笑いながら手を羽ばたかせます。僕は希望の鳥、いつも空から見ているよ。歌声が笑い声に変わった時です。大きな光が三人の上を一瞬で横切りました。その光は鳥になり、悲しそうに泣くと三人を見守るように空をゆっくり舞いました。ハヤトが隣町に避難してすぐのことでした。父さんの消防団のハッピが海で見つかったのです。波から逃げ遅れた人がいないか町中を確かめていたと消防団の人が教えてくれました。ハヤトはボロボロのハッピを着てみました。なんだか太い腕で抱きしめられているようです。俺も大きくなったら町の安全を守るよ。そして町一番の漁師になる。男の約束だ。小鳥は父鳥へ聞きます。あの子のお父さんは帰ってこないの？残念だけどな。自然の力は強い。人は何度も押しつぶされてきたんだ。帰ろうよ。魚取りはもういい。小鳥は暖かい巣に戻りたくて仕方ありません。お前も自分の力で生き抜いていく日が来るんだよ。小鳥はもじもじしながら父鳥を見上げます。つらい時こそもう一度やってみるんだ。小鳥は一声弱く鳴くとまた海へ向かいました。夏美の避難先は大きな町でした。新しい学校の同級生から聞きたくない声が響きます。
元の町に帰れよ。言い返したくなりましたが、春の言葉が浮かびます。夏美、悲しい時は励まし合おうね。夏美は勇気を振り絞って言いました。私が作った歌、一緒に合唱しない？突然のことにびっくりした同級生もだんだんと笑顔になっていきます。ごめんな、ひどいこと言って。いいよ、今日から友達ね。小鳥は大きな町で鳴く練習をしています。僕の声は小さくて誰にも届かないや。仮設住宅の集会所から夏美のピアノが流れてきました。海辺の町で聴いたことのある曲です。ピアノに合わせてみんなの歌声が広がります。一人の声は小さいけれど、仲間となら大きな響きになるの。母鳥はきれいな鳴き声を歌に重ねます。みんなの歌声で元気が出たよ。聞いて、僕の声。アツシは避難した山の町で農業を手伝っています。心を込めて野菜を作っていますが、大きな地震を境にお客さんが戻ってきません。畑をきれいにしたり厳しい検査をしても安全だと信じてくれない人もいるのです。どうしたらいいのかな。あれ、畑で飛び跳ねる鳥の足元に若葉が顔を出しています。海辺の町から持ってきた種が初めて芽を出したのです。僕の気持ちはいつか届くはずだよね。よし、今まで通り畑仕事を続けるぞ。小鳥は虫を捕まえて大喜びです。どんな問題？あの子たちに負けてられないよ。小鳥は親鳥と同じくらいに大きくなりました。お前も頑張ったよ。もう巣立っても安心だわ。いやだ、一緒にいたいよ。母鳥から離れない小鳥を父鳥は勇気づけます。若い希望の鳥よ、今度はお前が助ける番だよ。父鳥から大人扱いをされたのは初めてです。自信ないけど、僕やってみる。小鳥は前だけを見て力いっぱい飛び立ちました。
それから月日が経ち、三人は大きくなって今年で二十歳です。今は何をしているのでしょうか。アツシはもっと農業を知りたくなり、地元の大学で勉強中です。安全安心で美味しい作物のため、農家さんと汗を流しています。田んぼで食べるおにぎりは美味しいよ。お世話になったみんなで食べたいな。ハヤトは海辺の町で漁師になって、父さんの仲間と海に出ています。船を降りれば、ハッピが似合う消防団員です。命は自分が守るんだ。命は一つきりだぞ。もうダメだと思った時こそ、諦めるなよ。夏美はピアノの先生を目指し、都会に住んでいます。海辺の町で起こったことを全国に伝える活動もしています。活動は世界の人も協力してくれて大きな輪になりました。仲間と支え合って歩いていくよ。見ててね、春。巣立った希望の鳥は今では立派な親鳥です。家族と海辺の町に戻ってきました。この町で大きな地震があってな、人は暮らせなくなってしまったんだ。小鳥は首をかしげます。なんで人は町に戻ってきたの？世界に一つしかない生まれ育った町だからさ。そんな大切な場所を取り戻そうと町の人が力を合わせている。だからね、今まで見た景色、感じた気持ちを伝えていくことが大切なんだ。町の安全や家族や友達と過ごす毎日、美しい山や海をこれからも未来に引き継いでいくためにね。そしてこの町で生まれ育った子どもたちのことを小鳥に教えました。父さん、あそこに仲間がたくさんいるよ。浜に並ぶ旗が小鳥は気になって仕方ありません。よしよし、新しい町の希望たちに会いに行こうか。三人はそれぞれの町でオレンジに染まる空を見上げています。会えないけど元気にしているよね。みんなの歌声がいつも励ましてくれる。どこにいても俺たちは友達だ。嬉しい時、悲しい時、思い出してください。
気づかなくても、あなたを見守る希望の鳥は必ずいます。そして忘れないでください。あなたも誰かの大切な希望の鳥なのですよ。